はい、どうも皆さん、やってまいりました、森陳です。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。今回ですね、今週ね実装されました天意ティガの片手剣、デスサインリジョっていうね名前なんですけれども、こちら最終強化ね、最終強化したので、こちらをね使っていきたいなというふうに思います。その前にですね、あの無属性片手なんですけれども、このね天意ティガの武器ね、あのなんでこのね無属性武器がなどうのこうのっていうのをね前から言ってるかっていうのを説明していきたいなと思います。まずですね、無属性片手にはですね、その専用のシジルっていうものがあります。こちら無属片手強化っていうものなんですけれども、まあ、弓のバージョンもねこれあるんですけれども、この無属片手強化とかのね無属性用の無属性武器用のシジルをこれを入れますとですね、この無属性武器のね攻撃力が 1.1 倍になりますもう本当にこれがめちゃめちゃ強くてね、むしろでもこれ入れないとダメだっていうところもあるんだけど、あの本当にこれがねめちゃめちゃ強いのでね、本当にもうこの無属性の武器を作ったらこれは絶対入れてあげてください。でね、まあでちょうどいいやつで言うとね、この真空回転切りと一緒にで出るとね完璧なんだけど、このシジルに関してはベルキュロスの星の 1% のね、ベルキュロスのレシピの星のやつ、あれで出したりとかが一番楽かな。あれで出さない、あれじゃないとほとんど出ないかな。僕はあれでしか出したことないですね。まあそんな感じでね、これをねつけてあげて、まあそしてあとは攻撃をボンボン入れてあげるぐらいねやってあげると本当にめちゃめちゃ強くなりますんで、今までその有名なね片手剣、無属性の片手剣でいうとこちらのダードラウラで、こちらあったんですけれども、これが攻撃力700で、それに対してデスサインリジョは812ということでね、本当にもう頭おかしいぐらい強くてね、やばいんですよ。もう進化に迫る勢い。まあ向こうはねちょっと強さがね段違いだからねまた違うんだけど、本当に素のね攻撃力でいうともう進化に迫るぐらいのねものになっております。でね、もう一個ねその銀腕っていうこちらもね、あるんですけれども、こちら728でちょっとねダードよりも切れ味ゲージがね短く回心率が低いっていうものなんですけれども、まあダードがね 10% あるだけなんだけどね、こちらが728だけども、圧倒的にデスサインリジョの方が強いと。でね、もう一個ね祭りの片手剣でリーチ中なんだけど、ツーファルポアリールっていうね、735の攻撃力の無属性の片手剣があるんだけど、まあこれはねリーチ中だしね、切れ味もそこまで長くないので、もう本当に圧倒的にこのデスサインリジョが強いなという感じになっておりますね。だってこれで、この SR の補正、GSR の補正とかいろいろ入ったらもうこれ1000超えちゃうんだぜ。これシジルも入ってるんだけどさ、僕1000超えるってやばいよ、本当にもうびっくりしちゃって、マジかよと思って、もう本当にこれはねテンション上がりまくりでね、ぜひぜひ今回の天意ティガの武器だったらね、こいつが一番目玉なんじゃないかなって僕はね個人的に思ってるんですけれども、まあ、ぜひぜひ作ってみてください。まあ曲調なんでちょっと使いにくい部分あるかもしれないんですが、まあそこは慣れでね頑張ってね慣れてみてあげてください。今回はねまあ適当に、まあいつものやつに行こうかなと思いますので、とりあえず試しに行こう、レッツゴー。さあ、相も変わらずのねこちらのクエストなんですけれども、一つね無属性片手のねちょっと注意点なんですけれども、片手剣って基本的にその何でも検証つけられるじゃないですか。麻痺検証だったり属性のやつだったりとかね、検証でねちょっとね注意してほしいのが、その検証つけてる間だけそのね無属片手強化の効果がなくなっちゃうってことだけ本当に注意してほしいんですけど、普段だったらね属性の検証、じゃあ属性のね武器でね麻痺検証つけても全然問題ないんですが、無属性のやつだけはねちょっとね検証の効果が優先されてね、無属性じゃなくなるらしいので、その間だけね詩人の効果なくなっちゃうんでね、そこだけ本当に気をつけてください。火力出したいなと思ってもなんかあれみたいな、あれ全然なんか片手剣なんか弱くねみたいな、攻撃力弱くねみたいな感じになっちゃう時がたまにありますんでね、本当にそこだけ注意してください。僕も前にね引っ掛けられてね、あなんだこれみたいな、全然倒せねえみたいなねありましたんでね、ここでひるむはずなのにって、計算上ではここでひるむはずなのにあかんみたいな風にねなったことありますんでね、ぜひぜひそこは。でまあこの片手剣ね、曲調でちょっとね使いにくいなっていう方もいるかもしれないんですが、麻痺フロムヘルとかね、あの辺も曲調なんでね、そういうのものもね使ってる方はね慣れてるかなと思いますので、ぜひぜひそういうところで練習しておいてください。ということでね、攻撃力は3500くらいまでだいたい上がる、3500まで行きましたね。このね攻撃力がね1000何百までね、本当にこれもう本当にやばいよ。4桁いくってマジでめちゃめちゃやばいぜ、本当に。いや、ここまで倍率上がったのかっていうのを本当にね実感しますね。
本当にデスサイン以上めちゃめちゃ強いので、まあ不体だとね、あの属性がってところあると思うんですが、本当にね、非不体だったらマジでもう本当に何でも担いでいけるぐらいね、めちゃめちゃ強いので、ぜひぜひ作ってみてください。ということで今回はこんな感じで、テンイティガレックスね、今週まだまだやってますのでね、まだまだやってる人もいると思うんでね、ぜひぜひそういう方々と一緒に、ね、やってみるといいんじゃないかなと思います。ということで今回はこんな感じでありがとうございました。生放送やら動画やらよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。